明治安田 J1、川崎一の一広島、29日、ウバンケ等々力スタジアム by 富士通。川崎が終盤に同点を許して、川崎市勢100周年の記念試合を勝利で飾れず。これで3試合連続の引き分けに終わった。前半23分に MF セコのミドルシュートをこぼれ球に、詰めていた FW マルシーニョが右足で押し込み先制。 マルシーニョは3試合連続の先制弾となった。だが、課題の追加点を奪うことができない展開が続く。ボバック気味に最終ラインを並べて逃げ切りを図るも、試合終盤の後半43分に広島 FW ・三田にミドルシュートを決められ、同点に追いつかれた。記念試合を勝利で飾れず、鬼木監督も、本当に勝ちたい試合だったが、 それができずに残念と悔しさをにじませる。一つは二点目だと思う。アグレッシブに取りに行くことが重要と課題を口にしていた。